明けましておめでとうございます。私たち家族は残念ながら今年のお正月の祝いができませんでした。1日からしゅんちゃんが入ってしまって、私も次の日から入ってしまって、私としゅんちゃん2人とも結構しんどくて、検査をしたらコロナ陽性だと分かりました。旦那も陽性でしたけど無症状でした。コロナになるの初めてでした。陰性になってからもしゅんちゃんはちゃんとマスクができないので、隣に住んでいるおばあちゃんとおじいちゃんにうつらないように11日までずっと家にこもってて、毎日ばあちゃん行こうかって泣き出して、とってもかわいそうでした。今はもう元気です。私は去年コロナで亡くなった父と同じ時にコロナになっていたから、それが辛くてずっと父の最後考えてしまって、実は最初の3日ぐらいは父と同じ症状だったので、肺の病気の私と息子の心配をして、私たちもこれからひどくなるのかなって思って、その後は2人とも精神的に回復が必要だったので、ちょっと YouTube から休憩させていただきました。今は残っている症状はないし、息苦しさとか咳の症状がなかったのですごく感謝しています。もう2人とも元気です。今年はいっぱいブログのビデオ、文化や私たちの生活についてビデオ、上皇オリジナル詩と曲、いろいろなビデオを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でもまずこのビデオで去年の話をしたいと思います。1月に考える時間が多くて、今の気持ちの記録をしたいというか、去年の今月2月に亡くなった父のことを、父の思いを大切にしたくて、1年間も誰にも話すことができなかったことを今日言いたいと思います。これからのビデオは結構悲しくて長い話になると思うので、そういう話が苦手という方はもう少し明るい話は最後の方にあるので、この時間に飛ばしてください。父が去年はハッピーニューイヤーっていうメールをちょうど日本で12時になった時に送ってくれました。多分時差を調べて携帯を持ってずっと待ってくれたと思います。父がちゃんと22年を迎えることができたので、その後すぐコロナになってすぐひどくなって亡くなったのでショックでした。19年の12月に大好きなおじいちゃん、父のお父さんが亡くなって、私は妊娠していたので葬式に行けなくてすごく悲しかったんですけど、父が亡くなってしまったことは人生で一番辛い経験で、ずっとずっと続く終わらない現実です。父がコロナになった時は陽性になって、最初は普通の症状でしたけど、4日後でひどくなって父は入院して1ヶ月も戦ってくれました。父の最後の1ヶ月はとっても辛かったと思います。生きたくても頑張っても勝てないって分かってたと思うし、ああこれで孫に会うことはないんだねとか、もう二度と娘に会わないんだねとか、ずっとその後悔で辛かったと思います。父が亡くなった時は私がそのトラウマを受けて、私はずっとその父の最後の後悔、自分の頭の中で心の中で何度も何度も毎日感じ続けました。父はもう苦しくないです。でも去年ずっと私はどうしても父の最後の1ヶ月から逃げられませんでした。私は21年引っ越しの準備をしていて、とても忙しかったです。しゅんちゃんの1歳の誕生日に父とビデオコールしました。ほとんど毎日メールのやり取りをしていましたけど、そのビデオコールは最後のビデオコールでした。だから父が亡くなった時は半年以上父の声を聞かなかったことに気づきました。忙しいと分かってたからビデオコールしようと言わなかったんですけど、父はずっとしたかったと思います。12月に引っ越しが終わって1月にまた毎週ビデオコールしようと思ってたんですけど、遅かったです。私はそのことで一生後悔します。一生自分を許すことはできないと思います。だから皆さんに言いたいのは、大切な人に電話してあげてください。忙しくてもできるだけ会いに行ってあげてください。大切な人に言いたいことを言ってください。何よりも後悔が辛いので、私はよくしていることで父もよくしていたことです。今はまだ父のことを思い出して笑うことができません。子供の時、父が世界で一番好きな人で、父に何かあったら生きられないと思いました。
大人になってからもそう感じました。でももちろん息子がいるし旦那もいるので、私は息子のために頑張らないといけないと思いました。だから父が亡くなった時はいつも通りしゅんちゃんの世話をしました。朝起きることだけで精一杯でした。私はずっと限界でした。ただ時間に流されている感じで、私にとって時間は経っていませんでした。私はまだその父の様子のメールを待っている1月と2月の時にいました。だから桜が咲いた時は不思議に思いました。本当になんで冬にこんなに咲くのかなって。去年の桜はすごく綺麗でした。しゅんちゃんがすごく嬉しそうで、でも私は心から喜ぶことはできなかったです。それでもなんとか前に進まないといけないって分かってたので、とりあえずビデオを作り続けました。そのビデオを作ることで癒されていました。去年の旅行のビデオは全部父へのラブレターです。父に孫がこのことしたよ、こういうところにいたよ、こんなに成長してるよって、会いたいよって、そのビデオは全部それを伝えています。離れていても父が生きていた時はビデオを見てくれて、ビデオ見たよ、楽しそうだったね、しゅんちゃんが大きくなったねとか、いつもそうやって孫の成長が見られたので、しゅんちゃんの誕生日の日は私にとってすごく悲しい日でした。父と最後ビデオコールしたのはその1年前だったし、父はもういないし、でも頑張ってしゅんちゃんにとって楽しい一日になるようにプランニングをして、しゅんちゃんは本当に楽しそうでよかったです。その日雨が降る予定じゃなかったんですけど、私たちはバーベキューをしている時急に大雨が降り出しました。私の下の名前リアはラトビア語で雨だっていう意味です。そして真ん中の名前メイは5月です。だから日本語のさみだれっていう言葉が大好きなんです。友達はみんなリアって呼んでいますけど、父だけはいつもリアメイだと呼んでくれました。私は父のこと大好きなので、その呼び方が気に入って YouTube の名前にもしました。5月の雨、父がつけてくれた名前、そして5月1日、しゅんちゃんの誕生日、雨が降り出して、父が亡くなってから初めて少し気配が感じました。父は僕もパーティーに来たよって、しゅんちゃん誕生日おめでとうってリアメイって言ってくれているような気がしました。しゅんちゃんは雨が大好きなので、雨が降り出したら嬉しそうに雨の中で遊びました。父からの、おじいちゃんからの誕生日プレゼントだったと思います。その後母の日が来て、父の日も来て、祝いがちゃんとできなくて、ただすごく辛かっただけです。7月は父の誕生日だったので、父の好きそうなところビーチとかに行こうと思いました。そうすることでちょっと癒されるかなって思ってたんですけど、逆にもっと悲しかったです。でも何よりも辛かったのは自分の誕生日の前の2週間でした。8月28日が誕生日です。ずっと前から自分の誕生日、その日付が嫌いでした。アメリカでは新しい学年度が始まる直前で、日本でも夏休みが終わる頃ですよね。だからみんなが忙しくて誕生日パーティーに来てくれなかったり、誕生日のことを完全に忘れたり、父が亡くなったので誕生日がすごく辛いのかなって、その日に来ないでほしかったです。それに8月はいつも父と過ごしていた夏休みで、毎年8月にしゅんちゃん連れてアメリカに父に会いに行くつもりだったので悲しかったです。でもなんだろう、息子のしゅんちゃん見て、私が生まれたからこの子も生まれた、だから自分の誕生日を大切にすべきかなって思いました。
父への感謝を感じる日にして、しゅんちゃんにとって楽しい日にしたら、私も自分の誕生日が好きになるかもしれないかなって思って、旦那に誕生日の週末に滋賀県にいてもいいって聞きました。滋賀県は琵琶湖があって、生まれ育ったミシガン州は五大湖があって、私にとって夏といえば、8月といえば湖です。その旅行にいて本当に良かったと思います。久しぶりの湖の匂いに癒されました。毎年の誕生日に滋賀県に行きたいほど楽しかった旅行です。その旅行から帰ってきて、指輪をなくしたかと思いました。ラタビアの父がくれた指輪見たけどなくて、ホテルに電話してもないと言われたのでパニックしました。お願いだからもう一回荷物見るから、もし指輪があったらあなたが見守ってくれていると信じるから、そこに指輪戻してって空に言いました。そしてもう一回何度もちゃんと見た荷物を見ると指輪がありました。いっぱい泣きました。でもやっぱりまだ悲しくてしょうがなかったです。とにかく会いたい、とにかく話がしたい、しゅんちゃんに会わせてあげたい、その悲しい叶わない夢がずっと心にあって、毎日改めて失った将来のことを思い出されている感じです。でも毎日がしゅんちゃんにとって楽しい日にしてあげたいと思いました。特に私にとって辛い時、例えば大好きなクリスマスでも父がいないので辛い、その時期にできるだけ楽しもうと思ってクリスマスのイベントにいたり、ブログマスのビデオを作ったりして、その辛い気持ちを乗り越えていい思い出を作ろうとしました。クリスマスの日はしゅんちゃんを隣のおばあちゃんたちに見てもらって、旦那と一緒に買い物に行った時は嬉しそうな人々を見てとっても悲しくなりました。車に乗ってもう我慢できなくて泣き出した時は、同時にちょうどその時に雨も降り出しました。そして私は泣き止んだ途端に雨も止みました。その後父と同じ時にコロナ陽性になって、ある意味私は去年ちゃんと生きていなかった、私にとってずっとまだ1月2月だったので、その日付に戻った感じで、また最初からまた父の亡くなったことを経験している感じでした。でも今回はちゃんとその気持ちから逃げないで向き合えたかなと思います。息子が一番大切で、息子のために生きていたいです。いつか私に何かあったら、しゅんちゃんがこのチャンネルのビデオを見て分かってほしいのは、しゅんちゃんは愛されている、しゅんちゃんはママの宝物で、毎日ママとお父ちゃんを幸せにしてくれている、しゅんちゃんは本当に優しい子で、私は落ち込んでいた時なんとなく気持ちが分かってくれているような気がしました。私たち家族、しゅんちゃん、私で初めてしたこととか、できるようになったこととか、いろいろなことがありました。しゅんちゃんいっぱい成長した1年間でした。この長いビデオの最後に去年のそういうことをいくつか紹介したいと思います。前よりも広い家に引っ越して、しゅんちゃんがここでいっぱい成長して思い出をいっぱい作って、引っ越しする前はあまり会えなかったんですけど、引っ越してしゅんちゃんは隣にいるおばあちゃんとおじいちゃんにいっぱい会えて遊べました。パンデミックのせいでほとんど誰にも会うことはなかったしゅんちゃんが、いろいろな人に会って、同い年の子供と何度も一緒に遊べて友達も作りました。私は肺の病気でコロナが怖かったので、ずっと店に出かけませんでした。だから去年は2年ぶりにスーパー買い物とかレストランに行きました。久しぶりだったのですごく楽しいと感じました。そしてしゅんちゃんにとってそれが全部初めてでした。初めてのスーパー
初めての電車。初めてのレストラン。こっち？初めての家族の旅行にも行けて、初めて家族でホテルに泊まりました。ガーデニングをし始めて、旦那も大好きなので家族で一緒にできることだし、隣のおばあちゃんとおじいちゃんがガーデニングをしているので楽しいです。私は野球、まあオリックスのファンになりました。父はずっと野球が大好きで、旦那も大好き。旦那はオリックスの大ファンです。私はスポーツには興味がなかったんですけど、旦那はオリックスの YouTube をいっぱい見て、私もそのビデオを見て、選手は面白い、楽しいと思いました。テレビで試合を一緒に見て、私も盛り上がりました。特にすごかった最後の方の試合と優勝が面白くて、あ、なるほど、だからみんな野球が好きなんだねって思いました。今年試合に行こうと思ってるんですけど、本気で楽しみにしています。まだ野球が詳しくないので、ルールとか勉強しないといけないんですけど、ファンになりました。前よりも少し自分に自信を持てるようになって、緊張がだいぶ良くなりました。やっぱり父が亡くなったので、大切な人を失ったので、緊張とか自分に自信がないとか、それは小さな悩みに感じるようになりました。成功しなくても疲れなくても、とにかく自分のしたいことをする、自分の言いたいことを言う、できるだけ大切な人を、大切な時間を大切にする。父はとっても優しい人でした。みんなを愛していて、みんなに愛されている人でした。きっと亡くなったおじいちゃん、息子も亡くなった今頑張っているおばあちゃん、戦争から逃げてアメリカでやり直したラトビア人の親のおかげで、そういう人になったと思います。私にはことことは一度もありませんでした。私のことを完全に信じてくれて、応援してくれました。でも実は父はずっと不安を感じている人でした。私に何かあるのかなって心配で、自分に何かあるのかなって心配で、何もかも恐れていました。父はコロナになって、症状がひどくなった時、病院が怖かったから我慢して病院に行かなかったです。いた時はもう遅かったです。私は父みたいにいつも不安しています。そのところが似ています。父はその恐怖、その不安な気持ちから亡くなったと思います。それが本当の原因だったと思います。だから父に最後教わったことは、恐れることはないっていうことだと思います。ずいぶん長い話になってしまって、なんかすいません、1年間分の気持ちを言ってしまったと思います。でも初めてちゃんと言葉にできました。全部聞いてくださった方、最後の方だけを聞いてくださった方、どうもありがとうございました。そして応援してくださって本当にありがとうございます。父のことの悲しい話はこれからはオリジナルシート曲だけにします。ご視聴ありがとうございました。今年からもよろしくお願いします。